本編の前にお知らせです。数日前にどんどん覚える日本史勉強法っていうのを出したんですけど、そこで私は天皇と内閣の順番は全部覚えましょうって言ったんですね。でそこでその一覧表みたいなのをくださいくださいくださいっていう声が本当にあまりにも多かったので、今度私作りました。そしてそれをダウンロードできるようにしました。そこで内閣と天皇の一覧表はもう無料で皆さんにダウンロードしていただけるんですが、さらに踏み込んだ内容が欲しいという声もたくさん届いていたので、今回有料版でもっと多くの資料や動画を作りました。その有料版の内容は、その配布した天皇と内閣の覚え方の覚え方ですね。例えば天皇やったら、天皇がバーって並んでるだけで言ってたら、どれか一つ抜けちゃったらなんか全部ずれちゃうみたいな悲劇起こるじゃないですか、語呂とかないので。けどそれを防ぐような方法とか、もっと覚えやすくなるようなのを話してたりとか、あとはその内閣の一覧表を覚えてからの活用方法ですね。私はこういう風にやってたからこんな風にできたよっていうのとか、もう惜しみなく出してますし、あと動画でも日本史はセットで覚えていって、そのセットのものをどんどん連想できるようになるとめっちゃ強くなれるよっていう話をしたんですけど、私がどんな風にやってたかっていうのを実際に紹介しつつ、それ見てもらえるだけでそのセットとかいうその知識も増えますし、あとはこれをどういう風にしていったらいいのか、他のところでも応用が効くような内容になっている、そういった解説動画が約90分間あります。でそれで解説動画で使ってる配布資料は約15枚ぐらいあります。本当にそれを手に取っていただくだけでもとても役に立てるかなと思いますし、動画もそのプリントも入試が終わるまでずっと使ってほしいようなコンテンツになっております。私が何ヶ月もかけて気づいたまとめやカードプリントも、紹介しているので、ただ闇雲に覚えていくよりもどのようなことに着目すればいいか分かって勉強してほしいなと思ってこの資料や動画を撮りました。ぜひご検討の上欲しいと思ってもらったら、ぜひ購入してほしいなと思います。これ購入の方法を紹介しておきます。まずこれ公式 LINE なんですけど、それで配布してるのでそこでピッと押してもらうと、こんな感じなんですよね。要はチラーとチラーと、これ一覧表で、購入するっていうのを押してもらう前に、この会員登録はこちらというところを押してもらって、少しここにピッと登録してもらわないといけないです。で登録できたらそのメールが届くので、そこのリンクをポンと押してもらうと本当に登録がこれで完了っていう風になります。それで、完了できたらもう一度この購入するっていうところを押してもらってログインしていただいて、それでもう一度こう購入していただくと、ここでクレジットカードの番号を入れるところが来ます。クレカ決済しか対応してなくて、でもそれが難しいよっていう声がたくさん来たんですね。そこでバンドルカードっていうのがありまして、これは高校生でも年齢制限とか関係なく審査もなしですぐにクレジットカードとして使えるようなものになってます。使い方はほんまに簡単で、アプリがあるのでそれをダウンロードしてポポンと登録 してもらったら、あとはもう自分でお金を持ってコンビニでチャージしてもらったら、それをもう番号とかあるのでそれをクレカとして入力することができます。これ本当にすぐに使えますし、もうこれ私も使ってるんですけど、もうめちゃめちゃ便利です。一応不安だと思うので、公式ページ公式ホームページみたいな見てみてください。ノンスタが出てくるし、結構すぐ使えるなと思ってもらえると思うので。気になるお値段なんですけど、無料版に加えて有料プリントが15枚と解説動画90分をつけて1480円です。なんですけど、この1週間限定で980円で販売しようと思いますので、ぜひご検討の上、購入していただけたらなと思います。本当に、もうすでに買ってくれた子がいるんですけど、もう何人もの方からめっちゃプリント嬉しいとか、たくさんメモも取ってめちゃめちゃ自分だけのいいプリントができたとか、あとはもうちょっと他の内容も有料でいいから出してほしいって言ってもらえるくらいたくさんの嬉しい声が届きました。あとはもう無料版だけでも本当にもうクラちゃん神みたいな、そういうのめっちゃ来て本当に作ってよかったなと思います。概要欄からぜひ飛んでみてください。何か質問があれば公式 LINE の方から、ご連絡お待ちしております。それでは本編の方に進みます。どうぞ。こんにちは、くらです。今日は速読英熟語の使い方を紹介していきたいと思います。私は結構前にターゲット1900を使って単語のめちゃめちゃ効率的な覚え方という動画を出して、それがすごく好評で、今度は熟語も教えてくださいっていうのが来たので今回やっていきたいと思います。動画の前半では熟語の覚え方を紹介して、後半では文章ページの使い方について紹介していきますので、ぜひ最後まで見ててください。それでは早速やっていきます。はい、まず今回紹介していくこちらの速読英熟語なんですけど、私はもともと学校で速単の1年生の時に赤い方と2年生の時に青いのを配られてたので、その勢いでこの速読英熟語を買いました。この熟語帳のいいところは、当たり前なんですけれども熟語を覚えられるところと、大事な構文も踊ってるところと、その熟語と大事な構文が乗りまくってる文章があることと、別売りでその音声の CD が売ってるのでそれをダウンロードするといつでも聞けるっていう、この4つぐらいになります。じゃあまずこれをね、熟語を覚えたいと思って買った人に向けて
って、じゃあどのようにして熟語を覚えていったかを紹介します。構成はまずこんな風にこっちに文章があって、こっちに日本語訳があって、でその文章の後ろにこういう風に熟語がバーって載ってて、でまた文章があって、でそういう感じになってます。なんかこの本は多分こうやって文を読んで、この中で熟語を覚えていきましょうっていう参考書やと思うんですけど、熟語を覚えるだけやったらこのやり方でやってたらすごく時間がかかっちゃうので、文を読みつつ覚えていくっていうのはあまりおすすめしないです。こうやって載ってるところで、やり方は私は単語の時と同じように赤シートでこうやって隠しながら覚えていってました。そっちの方が効率よく早く覚えられると思います。英単語って赤文字で載ってるやつの他にたくさん意味が載ってると思うんですけど、熟語に関しては大体のものが1個しか載ってないし、まあ、他は、まあ、たまに2個とか書いてるやつもあるんですけど、まあどっちかが言えるようになったら OK なので、そんなに深く考えずにやっていきましょう。覚える時のコツはこれも英単語の時と一緒なんですけど、初めから覚えようとしないことです。もう英単語の時も説明したんで、この説明するか迷ったんですけど、軽くだけやります。こういう感じで見てこうずらしていって覚えていくっていう感じです。初めから覚えないっていうのはどういうことかっていうと、一つ目に書いてあるのが、まあ、Just around the corner って書いてあるんですけど、 Just around the corner で間近に来てとかそういうの書いてるんですね。こう時間とか距離が Just around the corner、 もうすぐみたいな、そういう感じになるんですけど、こういうのを1周目はへーって読みながら読みましょう。隠してこの意味なんやろとか思うんじゃなくて、へーと思いながらへーへーへーっていう感じでやっていきます。最後までへーと思いながら1周目してください。じゃあ2周目はもう一回へーって思いながら2周目する。3周目もへーって思いながらやってください。これを一個一個覚えようとしてたら結構時間かかっちゃうんですね。もうそこ時間かけなくていいんで、英語見て日本語見ながらへーって思いつつ、まあ3週ぐらいするやんか。ほんじゃら次4週目くらいから、あ、これなんやっけ、ちょっと思いながら1秒したらもう日本語見てください。これなんやっけ、あーそっか、あこれなんやっけ、あーそっかっていうのを1秒1秒でやっていてください。だからこれも、あこれなんやっけをそれで追加で3週ぐらいしたら、次はもう多分大体もう見たことあるなっていうのは全部わかるようになってると思うんで、あこれはこの意味や、これ意味や、この意味やと思いながら見ていってください。まあ全然覚えてなくても大丈夫なんで、これはこの意味かなと思いながら1秒で頭の中でアウトプットできるようになるまでこれを繰り返す。でこれで完璧にもう意味がすぐ分かるようになるまで繰り返していくっていう感じです。時間かけずに何回も何回も繰り返すっていうのが大事かなと思います。こんな感じですね。とにかくポイントはもう全く知らない熟語を、あちょっと知ってるっていう状態を持ってきてから意味は1秒出てくるっていうところまで、まあ、これが基本のやり方です。次にちょっと熟語の優先度について喋っておきたいと思うんですけど、私は単語覚えてない時は単語を丸々1日やってたりとかしたんですね。それこそほんまに7時間とか8時間とかずっと1日それだけやってた時とかザラにありました。なんですけど熟語に関してはそこまで1日の時間を割くことはなかったです。だいたい1日1時間くらいかな。少しずつ語彙を補強するような感じでやってました。でイディオムに関しては私はもともと文法書でネクステ使ってたので、そこに載ってるイディオムは覚えてたんですね。これは二次的なもの、あくまで補強しようと思って買ってたものなので、これに一点集中するってことはしてませんでした。なので単語とか文法にまあ余裕があるんやったらこれ使ったらいいかなと思います。でこの熟語帳を使う時の注意なんですけど、単語知ってたらすぐ分かるやろうっていうような簡単なやつもね結構載ってるんですね。かと思いきやもう全然知らんやつもあります。だからもう自分が簡単と思ったものにはもう大きくチェックつけとくとか、あとはもうマジックでその単語消しちゃうとかするのもおすすめです。全然これ綺麗に使おうと思わなくて大丈夫なので、もう分かるものには一切時間をかけないっていう風にしちゃいましょう。例えば search for とかあんねんけど、もう search って探すってしてたら後ろの前置詞for やでっていうことをこれは書いてると思うけど、もうそれ知ってる人も多いと思うから、分かるものにはチェックつけとくか、もう消しちゃう。あと be likely to とか、あと give up とかもそういうのも載ってんねんな。でも私は be likely to とかもう give up って復習なしでも大丈夫なレベルと思ってたから、そういうのはもうガンガン飛ばしてやってました。そういうのを記録しておくためにもう消しちゃうとか、一周目した時にそのチェックをつけるとかいうのをやっていったらいいと思います。そして何週もやっていくうちにもうこれは絶対もう自分の中で常識レベルになったなと思ったやつはもうチェックつけていって、それ以降は飛ばしちゃうとか、そんな風にしても全然いいと思います。で単語帳の時はもうまるまる一冊超完璧にするまでやってたんですけど、ここは正直そこまでやり込めてなかったなと思います。でも知らないものをこれ知ってるぞっていうレベルに落とし込むぐらいまではめっちゃ大事だと思います。で熟語はまあ増やせたら増やせるだけいいなっていう感じなんですけど、それよりもね熟語がこうやって青いところでこうやって載ってるんやけど、ここになんかピンクの背景で構文やねんな、構文で載ってるんですけど、ここの構文の方が基本のものなので、こっちは絶対押さえてほしいなって思います。もしここに載ってる構文が知らんのばっかりやねんやったら、熟語を覚えるよりまずこっちをやった方がいいんじゃないかっていうぐらい大事と思います。逆にもうここの構文ももういけるよっていう人は時間かけず飛ばしちゃった方がいいと思います。これが熟語と構文の優先度でした。構文は絶対押さえた方が良くて、熟語はどんどん知ってるものを増やせたらいいなっていう感じで使っていってました。次文章のページについてなんですけど、ここは単語も文法も分かる人は読んでいってもいいんじゃないかなと思います。まあ、逆にそこがまだ全然の人は、読んでもそんなに効率よく勉強にはならないかなと思います。長文をするくらいやのやったらこの文を読んで熟語と構文に慣れつつ良質な文に触れるのがいいと思います。もちろんなんですけど単語の復習にもなるし、ここにねチェックしておくべき単語とか載ってるし、あと文を読む上で
での読解に必要なポイントとかは右下にここなんかノートっていうのがあって、ここで解説してくれてるんで、そこも読んだ方がいいです。結構大事なこと載ってます。この英文をピーと読んで右の日本語を理解できる感じになればいいなと思います。そして私は一度こうやって読んだらその分は音読用として使ってました。私の勉強のルーティンとして朝は結構眠たいので、眠気覚ましとしてまず声を出すような勉強をよくしてたんですね。つまり音読とかなんですけど、その時は昨日覚えた熟語の復習を兼ねて、この速読英熟語の文章をこう音読用として読んでる時はありました。だから何し音読したらいいか分かりませんっていう人は何でもいいんで、ある文章を読んでたらいいんじゃないかなって思います。もしないならこれ普通におすすめです。でこの熟語を覚えること自体を長々とやるのはおすすめしないんですけど、この文章の部分は長期的に読んでたので、そらそら意味を理解できるくらいのレベルになりました。ホームページでここの文章の理解度チェックのような問題が受けれるようになったらしいです。まあ、私の時はなかったからどんなもんか分からないんですけど、読み物としてこの内容を理解を試したいよっていう子はそれをやってみてもいいかもしれないです。お次、この別売りの CD について、これ買った方がいいですかっていう質問もよくもらうんですけど、私は買ってました。でそれをダウンロードして携帯に入れていつでも聞けるようにしてました。いつ聞いてたかっていうと、その朝音読するときにその CD を聞きながら頑張ってそのスピードについていけるように読んだりしてました。だからシャドーイング用として使ってました。まあ、初めはもちろん全然ついていかれへんから止めながらとか食い切りながらやってたんですけど、その時のポイントは緩急とか抑揚もそのままそっくりに言うことです。もうモノマネするつもりでもうその人になりきって読んでました。音読とかシャドーイングしようと思う方は音読の動画とかリスニングの動画をチェックしてほしいんですけど、特に区切るところとリンキングには意識してやってました。何度も何度もシャドーイングや音読を繰り返してたら、最後はこの速読英熟語の本を見なくてもその音声を聞きながら英語何言ってるか分かって、そのまま意味も取れるっていうような、そういう練習にもなりました。まあでもここまでできるようになったのはもっともっと先のことなので、この時期は熟語を覚えるようとして普通に熟語ちょっとして使ってました。けど私はこのように熟語を覚えるときは、まあ熟語を覚えるとしてまあ1ヶ月ぐらいでちゃちゃっと覚え切っちゃって、そこから文章は音声とともに長く付き合っていったからこそ音読も習慣になったし、読んだことのある話やけど英語で理解できるようになったり、音声だけで英語を聞き取って内容を取ってたので、リスニングの対策にもつながったのかなっていうふうには思います。とにかく私はこういうふうにこの速読英熟語を使ってました。ちなみにリスニング対策として何の教材使ってましたかって聞かれるんですけど、私はリスニング対策用としての教材は何も使ってないんです。強いて言えばこういうところについてた CD とか、あとは長文やった時の CD とか音声は絶対ダウンロードして、そういうのも同じように聞いて音読したりとか、そのまま音だけ聞いて内容を取るようなことをしてたので、まあ、それが繋がったのかなっていうふうに思います。はい、これで今回の内容は以上になります。最後に復習して終わりにしたいと思います。このチャンネルでは大学受験について発信しておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ポチッとお願いします。まとめ、熟語を覚えた人はまずは熟語のページだけやりましょう。構文も大事なので、そこがわからない人はまずは構文から覚えましょう。もうすでにわかるものはチェックをつけるかマジックで消しちゃいましょう。単語や文法ができてる人は熟語と構文の復習を兼ねて文章を音読しましょう。 CD を買ってダウンロードしたらそれを聞きながらシャドーイングして、最終的にはその音声を聞いただけで英語を聞き取りつつ内容がわかるようになる状態を目指しましょう。最後までご視聴くださって本当にありがとうございます。この動画が良かったよと思ってくださった方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。インスタライブで質問答えたりしておりますので、インスタグラムの方のフォローもお待ちしております。 LINE アットではゆっくり質問やお悩みに答えたり役に立つお知らせを配信しておりますので、概要欄からオクラと友達になってください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。